CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう政治の哲学、藤井聡先生と共にお送りしていきたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。はい、ですね、はい、今回ずっとね、政治の哲学でお話ししているのは、やっぱり鉄人統治説っていうのがやっぱり一番コアにあって、はい、まあ、何にしても何がより正しいのか、何がよりいいことなのかっていう、そういう価値観の判断に基づいて政治はしないといけませんよって、この、当たり前の話を具体的にどうするかっていう話は根掘り葉掘りこう、まあ、やってると。で、まあ、世の中の状況っていうのを考えると、まあ、怪獣が予算いたり欲望がいっぱいあったりとかするっていうことを考えると、まあ、大犠牲統治がまあ大事ですね、はい、と。で、しかもなんか完璧な鉄人っていうのもまあいないから、まあ、大犠牲統治が大事ですねということにこうなったわけですけど、はい、この間まで言うと、はい、そうすると誰選ぶかって大事なわけです。大事ですね。これも当たり前、はい、で、これええやつ選んだらええんですよ。鉄人統治地区にこう行って、あ、幸せ幸せ、みんな幸せになってよかったねになるんですけど、うん、あかんやつ選んだらもうぐちゃぐちゃになるんですよ、うん、もう借金ぐわーもうね、はい、なんか増えてないですよ言いながらお前増やしとるやないかみたいな封職しとるやろみたいなことやったり、うん、身近でもあったよな、なんかもう普通に幸せにやってる幼稚園とか潰さんでいいやないかお前みたいなそんなもうぐちゃぐちゃにこうなるんですね、はい、それをこうどうするかっていうことなんですね。で、一つはこの回答はですね、もう多数者の先生というのが起こるかどうかっていう議論はプラトンはこんなことを言ってるんです、はい、一番いいのは鉄人統治であって、次名誉統治であったりとかで民主制であって、最後専制政治っていう多数者に選ばれた悪いやつがぐちゃぐちゃやっていくっていうのが一番あかんみたいなことこう言っていくんですけど、彼は面白いことを言ってて、これは時間の流れによって徐々にそうなっていくんだとこう言ってるわけですよ、はい、で実際日本を考えますと江戸時代、はい、上杉鷹山という人が、はい、代表的日本人で僕が大好きな本が、はい、内村鑑三の本があって、その時にいかに素晴らしい名君であったかということがこう書かれてた、はい、であるいは日本は統治者、一番最初の統治者は、まあ、これは皇統と当然ながら重なっているわけであって、その時に民の、はい、この貧困層はどれだけ悲しみの目を持ってそこを何とかしないといけないと思ってたかとで言われてましたし、はい、で名君と呼ばれる人はやっぱり民のことものすごくこう思っていた、これかなり鉄人に近かったわけですよね。でところがそのうちその名誉支配制っていってちょっと崩れてきて、めちゃくちゃ立派な人だけじゃなくて、なんかみんなでこうなんかやってたらしゃあないなみたいな時代にこうなっていく、それはまあ江戸時代と見るのか、あるいはまあ明治時代と見るのか、いろいろあると思いますけども、はい、まあ、一部の一人だけじゃないけども、一人の鉄人だけやってるわけじゃないけど、まあ、みんなでこうなんかこうやっていくという状況になる、はい、で時代的にそうですよね。でそのうちまあ民主制にこうなって、はい、うん、大正時代とかですかね。もうそれでね、でもう戦後もぶわー花開いて、ほいでもうなんか最後は多数者の先生でもうここそこなんとか守ってたところでええって土足でこう怪獣が入ってきてうーやっとるみたいな、はい、あれ潰せしわけじゃーとこうやるようになっていくという、はい、でそう、まあ、こう時代の流れなんですとこういうわけですね、はい、でこれは大規制統治をやるときにこれはどうしてもやっぱりこの時代の流れをこう止めなあかんのですけども、はい、こう言ってみたらもうプラトンが言ってるのはそのうち全部和訳じゃなりまんねえみたいなことを2500年前から言ってはるんです、はい、そのうちダメなりますせ、まあ、当時プラトンが見ていたのはアテナイとか の民主制の方がその先代よりもずっとダメなんだとか、はい、民主制なんてろくでもないもんだと今から考えたらめっちゃ羨ましいレベルの議論をこうしてあったわけですけど、うん、どん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 こうダメになっていく、はい、これはまあ物理学というかで言いますと熱力学の第二法則というのがあって、こうエントロピーは増大する、はい、何もかも秩序さがなくなっていくと、はい、無秩序さがこう増大していくっていう、はい、まあ、法則があるんです、うん、この根底にあるのは宇宙がビッグバンで広がってるからみたいな言い方もまああるんですけれども、要するにもうねダメになっていくんですよ、うん、だからこれは本当になんていうか結構ねプラトンもどっかで詫びとかサビみたいな感じが、うん、そんな風に彼らは認識はして、彼らはそういう表現はしないんですけど、我らが見ると詫びとかサビみたいな、はい、あるいはそれと似たようなことはシュペングラーっていう人の、うん、西洋の没落っていう、西洋の没落、あ、読みました、日本語のね、はい、本があるんです、はい、あれももう文明というのはこう春夏秋冬
ダメですみたいな話が、はい、文明というのは全部ダメになっていくんです、はい、ヨーロッパもダメになってきますよ、うん、日本もダメになってきますよみたいな、なんていうかこう、これ政治の哲学の根幹にはどっかにこの社会っていうのはどっか生き物とのアナロジーというか、はい、いうものがこうあってダメになっていくっていう話がこうあるんですね、うん、ですから大規制統治というもので止めてはいるんだけど、はい、それもなかなかこうダメになって突破されていってしまって、はい、で多数者の先生に向かっていくというのは致し方ないと言われているところはあるんですが、まあ、それは我々人類の責務はそれを1秒でも遅らせてやると、うん、俺らの代だけでもそうさせへんぞと、はい、それがまあどっちかというと僕の感じでは、まあ、プラトンが直接語っているわけではないですが、まあ我々が生きている意味みたいな、あるいはプラトンだって彼の人生をかけて最後まあ悪法は法なりみたいなことを言いながら、あの国家に従ってむちゃむちゃな理由で殺されるわけでありますけども、はい、いや我々が語ってたのはいい結果を残すことではなくて正しく生きるというために生きてるんだと、まあ、いうまあことを残しながら、まあ、死んでいくわけでありますけれども、はい、まあ、そういう趣旨でなんとか止めなあかんという話があるわけですね、うん、ですからこの大規制統治まで至ってそれが崩れかけようとしているとき一番大事なのは評判システム、誰がいいのかということを選び出すこの社会の力を保証しとかなあかんわけです、はい、うん、でこの評判システムはこの間先週ねおっしゃってましたけど、はい、地方においては顔が見えますから、はい、あいつはなかなか立派なやつやでとか、うん、あいつはなもう子供の頃からあかんやつやとか、はい、だいたいあいつは嘘ばっかりするやつやそれに大体これ全然マスコミバレてんけどあいつ若い頃とかやっとったかなみたいな話がこうあるわけです。口コミでね。うん、はい、いけます、いけます、はい。だからそこにね、社会の力というものがあるんです。これはね、うん、経済の力とか政治の力とか、また別のベクトルでね、社会の力っていうのがあってね。これはね、社会心理学なんかでよう研究されて、はい、評判システムの研究なんていうのは、ここ10年、20年かなり研究されてるんですけど、はい、この社会の力での、このなんちゅうか、評判システムを活用できるように大規制統治論はしておかないと、はい、まあ、いけないですね。だから地方政府の地方の政治においては、まあ、はい、比較的そういうのが機能するけれども国政においてはどうなるやろうと、はい、逆に言うと国政においてその国家全体としての評判のシステムの能力の高さ、精度の高さっていうのを保障する方法を、はい、まあ、探らないと、なるほど、まあ、いけないですね。でそれが、まあ、本来は国民全体が彼はこういう喋り方をしていたなとか、うん、テレビに出ているけどもその時の眉毛の動かし方はどうやとか、 あいつ笑うとるけど目のここ笑うてへんなとか、うん、そういうところをしっかりとこう見ていくっていうのがね、はい、まあ、大事で、このとにかくでかい声でピーチクパーチク言っとったらええちゅうもんちゅうって、うん、なんかこう言うてる内容も守備一貫してるかとか、はい、だからそういうねところを評価するようなまあ、制度というかシステムというか、はい、社会の力というものを持っておくということが、まあ、大規制統治を通して真っ当な政治をやっていく上での、はい、まあ、ベースになるんです、うん、これは政治家の資質という問題よりもその資質を保障するためのこの社会の力の話なんですかね、はい、ですからここら辺で政治学という政治哲学というものは社会学とか社会心理学とこう接続していくところになるんですね、うん、よく私なんかが学生なんかに聞かれるのは、うん、政治家をどうやって選べばいいんですかと、選挙今度あるんですと、初めて投票行くんですけど、神谷さん若い時どうやって政治家を選びましたかっていうふうに聞かれると、うん、私もハッとするんですね。そういう時にやっぱり、まあ、今の先生お答えがあったかと思いますけども、うん、人をやっぱり見て選ぶということなんですが、じゃあどうやって政治家の候補者を見たらいいんですかというと、ホームページではなかなか見れないですよね。そこでアメリカ の大統領選なんかで活用しているのは、はい、投票するやつを選ぶみたいな、はい、こう多段階投票みたいなものが、これは、まあ、制度上日本ではないですが、はい、僕が同じ質問されたらこう言います、はい、お前の身の回りで信用でき一番信用できるおっさん誰やと、おばはんでもいいです、はい、そのおっさんに聞けと、うん、誰に入れたらええんですかと、はい、でそのおっさんが言うのが正しいと思って投票したらええと、はい、でそれも嫌やったら投票行くなと、お前は能力がないねんから、もうそれは行くべきではないと、はい。
これは僕が知り合いだったらですよ、はい、この国民の皆様に公的な立場で言ってるわけじゃないですけれど、はい、なってるわけじゃないですけど、それはもうね、きちんとした評判システムを使ってやっていくとしたら、もうそれしかないと思うんですね、はい、うん、あるいはで、こいつがまだようわからんかったら、うん、こいつが絶対真っ当な人間やったら誰に入れたらええんですかって、はい、こいつが聞いてますよ、うん、でそのうちになんか真っ当なところにこう、まあ、カスケードでこう、はい、ね、ネズミ公的にこう繋がっていくという、はい、うん、そういう格好で、だからなんていうか、自分が能力なかったら人に聞くっていうのは大事ですからね。なるほど。で、だから昔の日本は社会がしっかりしてた頃は、長老っていうのがおって、はい、なんか困ったことだとこの長老に聞いたら大体教えてくれると。はい、ただ、聞きに行くのは最後の最後であって、それまではなんかちょっとお父ちゃんに聞いたりとか、はい、ちょっとなんか賢いやつに聞いたりとかこうしていくんですけど、はい、最後でも聞いていくみたいな。なんかね、こう、人に聞くっていうのは大事だと思うんですね。はい、で、自分が、訓練をして、研鑽を積んで、そういう大人になるように、はい、みんな大人になればいい。それが人になる、はい、成人ということであって、ね、ちゃんとした小さくない大きな大人なわけですよ。はい、そういう人間を、まあ、本来、日本国民を目指すべきであって、で、それを、ジョン・シュワート・ミルなんかも読んでた福沢諭吉は、国民はそうならねばならぬと思ったので、はい、学問の勧めを読んで、はい、日本国民はそれをがっつりと受け止めて、10人に1人がそれをこう取ったわけですよ。はい、ええ国ですね。今の国どうなんやろですから、まあ、2つお話しさせてだから、うん、国政選挙の時とかに、うん、私の選挙区だった有権者の方が、うん、私市議会議員の時にね、うん、私に誰に入れたらいいですかっていうのを聞いていただけたんですけど、それは正しい選択なわけですね。神谷は地方議員をやってるから、うん、政治のことは自分たちはよく分かってるだろうと、うん、だから誰に入れるべきか神谷さんに聞こうというふうなのは別に他人任せでも何でもない、何でもないですよ。すごく正しい選択であった。だからその人間を信用してるわけですから、はい、そこで一つの人間関係があって、はい、それが、だって絆とかって言うじゃないですか。絆ってなんやねんってよう分かりません。今まで絆なんて一個も考えてないんだったら人間に限って絆とか言うわけですよ。はい、でも、そういうのが絆なわけですよ。ほ、はい、で、もしこの人が間違ってたら絶対謝りますわ。はい、あの時わしあいつええと思ってんけどな、あかんかったな、うん。せやけど、ちょっとお父ちゃんも勉強になったわとか、はい、俺も勉強になったわとか、あ、そうなんやとかで、そういうのも含めてこの若い子が人を見る目を勉強していったりとか。はい、するわけとか、そうやって人と人とのつながりの中でこう人間が個々人じゃなくて、それがベタッと納豆が微量になるみたいにこうビヤーつながって社会の力ができていったら代理性統治ができて、はい、でもう人間のレベルがそんなに高くなくてもみんなの力でどうにかこうにか太陽と洞窟的な鉄人統治的なものを保障していくことが社会の力で可能になるわけですよ。なるほど。ここまではプラトンは書いてないんですけど ね。でもそれはまあ後世の、うん、見るとかまで来ると、はい、まあそういう格好になる、うん。当時はだって小さな国家しか考えてないですからね、はい。今も大きな国家とかになってきたり、いろんな文化のこう接続とか考えてくると、まあここら辺まで話は、プラトンの話のそこまでこう、なんていうかリッチにこうなってきてるんですが、はい、コアは太陽と動物なんですよ、うん。これがまあポイントになってるんですけどね。まあ、あともう一点の方の話ですと、はいはいはい、まあ、特に大阪ですから、大阪維新の会なんか、うん、なんか地域行事には出るなとか、無駄だというふうに言ってましたけど、僕はあれは半分正解で半分大間違いだと思っていて、行って、あって手振るだけだったら僕は意味がないと思うんですけども、でも地域の方がどういう思いでどういう運営をされてるかっていうことを言ってお話を聞くとか、自分はこういうところ協力できませんかとかいう提案をするとか、そういうことは非常に重要で、あれを完全に放棄してしまったら、地方議員としてどこで皆さんは有権者と触れ合って声聞くんですかと。ね、ただ単に政策勉強してね、議会で言ってるだけが地方議員では僕はないと思っていて、そういう話なんかも今日の話とだいぶつながるのかなと。それは二面あって、一つはその政治家の先生方がそのいわゆるローカルナレッジってこう言うんですけど、それをきっちりと全部吸収していって、そのシャバがどうなってるのかと、この地域がどうなっててどういう問題があるのかちゃんと分かりながら運転しているために必要ですけれども、この一般公衆側からしてみると、そうやって入ってくる政治家の喋り方とか、その来るタイミングとか見て、あ、こいつあかんやつやなとか、あ、こいつ若いけどなかなかやるなという情報を取得できるわけですよ。なるほど。そうやって社会のシステムというものを政治システムに活用していくことができるわけですよ、はいはい、社会システムの力、うん、だからね、政治システムって機械じゃなくて、やっぱり結局人間がやってるこの、はい、何ていうか、何とも言えない、この納豆みたいなベトーっとしたこの社会がやっとるのが政治ですから、
っぱりこうどれだけ大きくなってもどっかで社会の人と人とのつながり、組織とか集団とか共同体っていうニュアンスを残しながら政治をやっていかないといけなくて、それは本来はあの地方行政において一番やりやすいはずなんですね。国家行政でやりにくいですけども、あの近代国家として生きていきたいのならば、その国民はそういう社会を作り上げなければならないんですよ。それができない国家は残念ながら生き残る保証はない、あるいは資格はないと言われても致し方がないというところがあるんだと思うんですね。なるほど。まあ、本当にね、地方議員はそういうことはきっちりできますけども、なかなか国政の候補者が一つの小選挙区という中で、それをやりきるというのは、なかなか今の制度では難しいのかもしれません。でも、それがまあ、いろんな個人が集まって組織があって、組織が集まって大きな組織があって、地域があってって、そういうのが全部真面目にこうちゃんとコミュニケーション、こう共同体を作ってたら、国政のレベルでも、ここのレベルで付き合ってるだけで、ここはスコーンとつながってるはずなんですよね。それが社会の力だと思いますね。わかりました。はい。まあ、本当に今日学問の勧めの話も出ましたけれども、ぜひこの CGS がね、現代版の学問の勧めというとちょっと大層かもしれませんけれども、政治の哲学なんかはぜひね、中学生とか高校生に聞いてもらって、そうですね、はい、こんなん中学生で分かるような話ですからね、分かるはずですね。だからこれもね、簡単な話なんで、これ、ぜひまた普及していきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。CGS をご覧の皆様に公開収録のお知らせです。10月27日日曜日、2本立てで公開収録を行います。夕方4時から宮脇淳子先生のじっくり学ぼう日韓近現代史、夜の7時から倉間充先生のじっくり学ぼう日本近現代史、倉山先生には2本撮りでお願いしたいと思っております。倉山ファンの皆さんにもたくさん来ていただきまして、公開収録を盛り上げていただきたいと思います。会場はこちらに出ております、わらび場上の5階会議室です。多数の皆さんのご参加をお待ちしています。 CGS をご覧の皆様に応援グッズのご紹介です。この度なんとですね、 CGS と龍馬プロジェクトを応援する応援酒国勢10足というお酒を作っていただきました。これを作っていただいたのが今日お越しいただいてます杉田ハウジング代表の杉田寛一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉田さん、このお酒は一体どういったお酒なのか少しご説明いただけますでしょうか。このお酒はですね、兵庫県の伊丹市にあります伊丹追松酒造株式会社のお酒でございます。皆さんご存知ように、このお酒は江戸時代、江戸幕府の方に納められてたという由緒正しいお酒なんですね。今回は CGS と龍馬プロジェクトで活躍されている神谷さんに何かこう応援できる、また別の形があるんじゃないかということで、この由緒あるお酒をですね、ぜひ商品として販売できたらなと思って作成しました。はい、これはまた追松酒造の社長さんもね、ぜひ協力したいということで一緒のコラボができたということで実現した商品でございます。はい、お酒の名前も国勢10足ということで、龍馬プロジェクトで掲げる政治の目標を、こっちなんかですね、1足から10足まで全部ですね、一本一本書いてあるという、まあ、我々の思いも伝える、お酒になっておりますし、ぜひこのお酒も飲みながら我々政治談義とか、そうですね、日本の未来を語り合っていきたいと思います。そうですね、ぜひ語っていただきたいですね。美味しいお酒なのでよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。本当にスポンサーにもなっていただいて、こういった応援グッズも作っていただいて、なかなか頭が上がらないんですが、期待に応えられるよう頑張りたいと思いますので、ぜひ番組のご覧の皆さんもこの国勢10足、ホームページの方で、買えるようになっておりますので、ぜひご購入いただきまして、皆さんで飲んでいただきたいと思います。木下さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。